そういえばなんか昔あった話で、うんうんうん、大阪弁ってなんか人に移りやすいやらしくって、うん、でとある記憶喪失になった男性がすごい大阪弁だったから関西出身の人だろうと思って探してたら、うん、過去に大阪出身の友達に感化されただけであってその人バリバリの東京人で東京から出たことなかったっていうなんか事件があったっていう嘘待つかどうかは分からないんですけどそういうなんかエピソードがありましたね、うんうん、でも他の人と喋ってて訛りが鳴るって相当多分その人のこと好きやったんやと思うわ、うん、あよっぽどね一緒に飲みとかに行ってたんでしょうねそうなんかさ好きな人の口癖とか真似したくなるとか言うし真似するっていうやんあーあるあるあるそれじゃないもう完全にさそこまで映るって、うんでも私も結構そうかもなんか尊敬するキャラクターとかいると、うん、その人の喋り方にこうなるっていうか私ファイナルファンタジー10のユーナがすごい好きではい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 そうなんかこういうなんか誰にでも優しいような喋り方になれればいいなってちっちゃい頃から思って、極力意識してたからそっちで行くのはでもまだ成功の方よマネは成功そのオタクはやっぱさ俺おったもん小学校とかさの時の友達でさ家庭教師ヒットマンリボンのさムクロの真似してるすっげえ痛い女の子ってクフフフフだそうああいうのは良くないによそれもうあれだあれですもんもうあの頃はみんなクフフか噛み殺すよだったからそう噛み殺すよおったもん一方俺は傘を逆手に持ったからキングダムハーツ浮かれてたから友達の見てキーブレードキーブレードとかやって友達と私その頃 D グレの方だったからなうわ D グレか D グレの方でした、ね、いや D グレもいたよ、うん、哀れな悪魔に魂の救済してました やってたな やってたな D グレか確かにそうやなそうでもあれでしたよリボンの方だったら私全然リボンの真似してましたから、ねうん、ずっとチャオッスって言ってああそっちの方やってたんやそう真似してましたまだそっちの方がいいんじゃないそっち正解よそっち正解かないやいやでもいでもあれなんですよ私はオタク、うん、なんかもう物心ついた頃からオタクだったから、うん、早々にやけどの方は小学校中学年ぐらいでもう済ましたからあやっちゃいけないんだって早々に分かったから、うん、みんなが中二病発症してる頃にはもうあその傷もすでに負った私もうやめたっていう息でしたいやこじらせはでも結構あそこで助かったか助かってないかの人は絶対分かれてると思う。なんか周りも中二病になると、うん、なんかお互い中二病だから止めないじゃないですか。そう楽しいしね。そうでも私は、うん、だいぶ小学校の中学校ぐらいの頃に少女革命ウテナの影響で、うん、一人称僕っ子をやりかけたんですけど、うん、まだその頃は周りが全然中二病を覚醒してなかったから、生まれに帰ったっていうので、そう止められて、うん、なんか一二週間ぐらいで傷を負って、やめようってなってやめて、うん、その後周りが中二病をどんどんね年齢上がるとともに発症ね、それこそリボンとかの影響でなってて、うん、ああ後々に。傷になるぞって思いながらなんかさちょうどええさ温度感あるやんかなんかオタクってバレない感じのこじらせあるじゃんはいはいはいでも俺ハマっとったキングダムハーツやからもう100こじらせなんよまあ中二全開ですよねそう中二全開やんアクセルの記憶したかなんかもうきついやんきついしシグバール乗って話だも無理やからさすがにそこのその俺のそのストッパーはあって言わんかったけどストッパーがあるならまだいいじゃないですかまあない子はいたよやっぱりそうでもほら我々の世代って結構なんか中二が強い漫画が多かったというかいやおったわ俺思い出したわうん、友達におった銀玉風のツッコミする人おったあいたすごいおいって言う人いるいるでおいふざけんなよおいっていうそういやそれぞれのやっぱあるんやろうな世代でさ、うん、でもあれだな、なんかそのジャンプ第二黄金期の時はみんな大体そういう銀玉、うん、リオーンとかリーグレーとか、うん、そっちの影響を受けててそれのちょっと手前の時とかは結構ガンガンがすごい流行ってたから
ああそうなんや。東京アンダーグラウンドとかスパイラル推理の絆とか。あれガンガン全然知らんねんな。あそうなんだ。え一時期なんかすごいガンガンばっかりアニメ化するみたいな時期ありませんでした？ガンガンって何言っている？とかいや知らねえ。えガシベルはガンガン？あれマガジン？それはサンデー。サンデーか。ガッシュはサンデーですね。犬夜叉もサンデー。犬夜叉、コナン、ガッシュはサンデーです。だから俺からしたらサンデーがすごいあの漫画かあのアニメ化してるイメージがあったわ。あでもマギーとかもサンデーですからね。マギー、あー、ま、マギー聞いたことない。そう。あちなみにヘルさんってブリーチわかります？ブリーチわかるよ。自分が挽回を使うなら、うん、挽回って強く言うか挽回って静かに言うか、うん、どっちか。あ俺はね強くあの静かに言うタイプ。あの静かに言うタイプ。あの憧れの中二病は多分あのはやれやれみたいな挽回って言ってオーラフワーンって言うタイプが多分かっこいいと思ってる。早いから俺は。ちなみに私も静か派なんですけど、その理由が、うん、あのいざ力んで出したところでチャッチー挽回とか静かタイプだったらさすがなんでそんななんで人目を気にする挽回ないやでも、うん、私そう思ってやってたら同じ考えの VTuber さんいたんですよ。あそうなんや。そう二次三次の方で同じ考え持ってくださってる方がいて、あ一人じゃなかったってやっぱ考えるよねってだって挽回するまで自分の挽回どんなのか分かんないもんって。あーいやちゃうやん。でもさそのさつぶやく時の挽回はさもうその自分の能力をこう分かりきってる時の挽回やね。いやでもその人も言ってたんですけど、いやでも最初はそう最初はその俺挽回使えるかなみたいな時期、その思春期みたいな時期は多分めっちゃ叫ぶよ一回その最大出力から試すやん一体まずその微弱からコンロもさその火を微弱から始めへんやん。まずは最大出力をしてからすげえ火力を出してから一回さあの徐々にあ火の調節弱めていくみたいな感じでやっていくから、もう俺がこの挽回って言ってる時はもう完璧に調節が完了してるわけよ。いやでも私、うん、あのその話してた人の意見にもまるっと思考寄ってて、うん、分かる分かるってところだったんですけど、うん、その最初静かめに挽回ってやってたら、うん、いざそのド派手なものが出ても、うん、あんなに冷静に出しておきながらあんな威力のすごそうなものってなるし、ああまさにね分かる分かる。そうそうそう。でいざあじゃあちょっと力んで挽回って言おうと思っおうかなって思ったらその、うん、あの隊長が今まで静かだった隊長が本気を出したぞってなるからあの後で調整を聞く。いやちょっとあごめんなほんまごめんな、こんな朝早くに最低なツッコミするけどお前うんこやんもうそれもうほぼちょっとひどい。いやほんまにそれはごめんほんまに、ここはちょっとマジで申し訳ない。もうその力みの話は最低その本番挽回ってかっこいいもんなのに、うんこしか飛びないでよ。その理論はほんまに。でもこれ私だけの考えじゃなかったもん。全く同じこと言ってる人いたもん。切り抜き見てくださいよ。静かにさ挽回って言って、うん、バーンで出た時のあのギャップもわかるけどさ。うん、静かにさらって言って。なんでそっちだって最大火力から後から調節して。あの程よい弱火にしてるんでしょ。そうだからさ個室とかで試すやんそれは一回個室とかで一回さその俺の挽回で最大こんな感じかなって言ってダーって言ってやってあオッケーこんな感じでこんな感じでって言ってだから多分その腕はそのギュッてやってんねその静かな時でも、うん、ギュッてやってそのガーンってこう出してんねんけどでもクールさにしとけば相手からもこいつこの平常心でこれだけの力をみたいなさ、うん、それが生きるから。でも絶対何にしても静かな方が俺はいいと思うね。そうそう。いやでも私もクール派なんですよ。ただ、うん、私の場合はクールから入って徐々にあ自分の挽回すげえやってなったら大声派ですけど、ヘルさんは最初でかい挽回から徐々にしぼまって、うん、いやそれさえでかいしぼまってじゃないだってしぼまってやめろ違うコンロの話コンロの火の話コンロの火の話しぼまって違うやそれはさ裏の努力やそのさその大声で頑張るこれバッて挽回する人もさ裏ではちょっと練習するやん、うん、一回その実践本番は無理やん、最初にね。まあそうなのかな。いやでもほらあの、うん、いちごみたいに、うん、あの追い込まれて急に挽回するパターンもあるじゃないですか。でもまれやん大体あれはさなんか特例やんその急に来たそのなんか
よくあるサイドストーリーでそのこうスラム街で育ってきた人間でボクシングやってみないかって言ってやってみたらすごいセンスあったタイプの、あの入り方やん、イチゴは。まあそうだけど、うん、でも大体の死神は最初にこうやってみたいな、こういう挽回があって死神があってっていうのを教えられてきて、あの本隊長とかね、だから裏でやっぱりこう、うん、こうかなみたいな、まあまあ、挽回挽回、ね、これかこれかみたいな、そう、あ、俺挽回できそうだぜってなって一番最初にできんで挽回って全力でやった後に当選隊長みたいな静かなタイプがさーって出てきた、あすー、マジでトイレの話に違いない、俺のタイプこういうのねってなりません、あ、挽回できそうってなんだ、お腹痛い時と一緒やからね、もうもういやじゃあ俺挽回できそうってならんもん、その時にそのあ俺もうちょっとで挽回できるかもみたいなならんと思うもん、修行してて、修行の話ってそうじゃないの、修行してて修行できて、そろそろ挽回できそうの流れじゃないの、なんかそんな、なんかその即席じゃないや、その徐々に積み重なってって、うん、その教えられてる人にこう、うん、挽回ができるっての言われてから俺にも挽回がみたいな感じのパターンやと俺は思ってるのよ。いやでもこう師匠にお前はそろそろ挽回ができるだろう、さあしてみようって言われた時に、それこそさっきと同じですよ、あの全力で挽回って叫んで、うん、ね、あの一瞬周り暗くなってスーってなってこう五感を奪うってなったところで、あスーってこう声張った割には、あ視覚奪う系なんだ俺、みたいな、でもさそれはさ、その戦闘じゃないや、最初のそのロギの言う通りさ、まあ、師匠の前やん、師匠の前やったらその最初さこうバッて大声で言って、あこんな感じなんだって言ったら、じゃあ次のその、うん、本番では声静かめのトーンで行こうみたいなさもう師匠にこいつ初めての挽回は力んでたなって、うんちやんだから、力んだ力んだ、そうそう、なんかさ言わなくない、そのさこいつ挽回やるとき力んでるよ、なんか言わなくない師匠で、でも無駄に力が入ってたなって思われるんじゃないですか、いや絶対覚えへんって、なんかそれは誰も若気の痛いのみたいなの思われちゃいません、最初に全力で言っちゃったら全力で、なんなん若気、若気や、若気やもん、別に痛いじゃなくてさ若気やもん、ちょっとこれちょっとあのもっともっと観測者の人とリスナーさんがもっと起きてる時にコメ欄の加速見てよ、いやもう一生できるけどね、こんなくだらない話、いやもう我々話すとずっとこういう話になっちゃう、ずっとこうはなるな、もうもう何、朝の6時ちょっと前になんで挽回論議でこんななっちゃうんだどうなってんな、このこれ一回 A のさやつだけど、ちょっとこれ置いといてさ、うん、俺昔、はい、あの友達にこう流行ってやってたんが、うんうん、こうさ、はいはい、こういう感じで線やっといて、ここ1,2,3,4,5 ってやんだよ、はいはいはい、で髪の毛をこれ1で、で髪の毛をこういう2で、うんうんうん、でこここれ3なんかこういう3でみたいな、で目はまあ丸とこう三角とみたいな、うん、こういう字と目とみたいな、あれさ、なんかあの時さネットが供給してなかったのにさ、なんでこれをさそれぞれの小学校で流行っとったんやろと思ってめっちゃ怖いねんけど、いやでもなんかね、全然違う地方でもブームなんかね、重なるみたいなのありますよね、あれよね、あれびっくりした俺、そう、え、だって定規戦争だってなんか全国で流行ってませんでした、定規戦争わかんない、あれえ定規戦争何、俺バトエンハマっとった、あ、バトエンはやってたけど、うん、バトエンやってたけど、え、あれちょっと待って、あの、あれなんですよ、ん、え、私とほぼ世代が近い配信者さん、うん、みんな定規戦争、すごいあの定規戦争のゲーム熱狂しながらやってたんですけど、あれ世代、定規戦争って、あ、これは知らん、ちなみに定規戦争のゲームなんかスイッチかなんかで出たんですよね、へぇ、嘘だろ、
で俺らあのすげえちっちゃい頃にベイブレードとか流行っとったよ。すごいちっちゃい頃。そう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 。すごいちっちゃい頃とは。定規戦争は知らん。ベイブレードはそこそこ物心がついた頃に流行ってた。あとモンスターとかさらで撮った。デジモンか。いやなんかねこれ例えばウンチマンって俺とするやんか、小学校のやつやからこれレベル1とするやんか、はい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 、なんか普段その自由帳使ってくれたらこういう風にしてこういう風に、なるほど、自作のモンスターを、そう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 、モンスターでこれでなんかレベル50みたいな。ちなみにつかのことをお伺いするんですけど、うん、ヘルゾンって爆走兄弟レッツ&ゴーってわかります？爆走兄弟レッツ、何それ？爆走。ちょっと調べてみてもらって、あの記憶の片隅にすらあるかどうか。ああ、はい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 。なんか俺がコロコロコミックを読むときに、うん、記憶ね。うん、この時になんかあの連載がこれでちょっと終了するぐらいの時に読んだ。私は爆走兄弟レッツ&ゴーのアニメが全盛期だった。アニメやってなかったよ。ジェネギャ。なるほどな、だんだん、あ、ヘラさんとのズレはここぐらいか。なるほどな。調整完了。調整した。調整した。ベイブレードが通じて、うん、爆走兄弟レッツ&ゴーが通じない。オッケー、把握した。いやー、あれなんですね。キングダムハーツ好きだからちゃんとシリーズできることなら全部網羅したかったけども、あのスマホゲーとかはダメでした。やりきれませんでした。いや俺もやめた。今スチームで全部セールやってるよね。あ、やってますやってます。出たよね。さらにやる時間ないなと思って買ってないけど。そうなんですよね、 RPG はね、ストグラ始めちゃうと無理だな、もう無理だな、そのやるとも言えん正直。そうなんです、もうこうやって毎週月曜日にちょっとずつ進めていくしかなくなる。確かに、うん、かといってコラボもあるしね。そうなんですよね、まあ、次回は遊び対戦かな。遊び対戦 OK。 まあそんな、まあ、次回って言ってもあの毎週やるわけではないんで、皆さんあのいつになるか分かんないんですけど。あ、そうなんですよね、そのお互いそのガチガチに予定合わせてなくて、2人が行けるって時にじゃあ行きますかっていうのが。そう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 、なんかお互い他にコラボの予定が入るかもしれないし、さすがに今日はちょっと眠いかもっていう日もあると思うんで、本当にそこをちゃんと言えるのありがたいですわね。え、本当に助かります。いや、こっちも本当に助かってます。そう、今回も今日行けそう、あ、空いてますみたいな感じで、あのたまたま2週連続でできただけなんで、今後毎週あのロギアンコラボがあるわけではないので注意してください。それはそうだよね。はい、めちゃそれが一番ええわ、なんか全く気づかないし、ゆるいし、気楽にお互い空いたところに、まあ予定空いたし、じゃあ向こうが空いてればやるかぐらいのスタンスで行くんで、本当にそれで、そのゆるさで、はい、でゆるさは貫くよね。はい、ゆるくゆるくここはやっていきます。ゆるくやっていこうぜ、それでいいよ。じゃあそんな感じで、じゃあそろそろ一旦もう配信閉めますか。そやね、ずっと話せるよ多分。ほら言ったでしょ、ほらこんな感じで、そうキリがなくなってまうよね、このね、このまま話していくとずっと。そう、いやもうずっとね起きてお付き合いしてくださった方、そしてねあの寝た後もわざわざねつき直して見に来てくださった方々もありがとうございました。本当ありがとうございます、本当にマジでギリクシャブ、はい、これでいいならずっと ねできるから、ね、ありがたい、その言っていただけて、まあ、そうそう、今後もこんな感じでゆるゆるやっていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。たくさんのビッツもありがとうございました。はい、お疲れ様です。ではでは、バイバーイ。はーい。